皆さんこんにちは。船釣り探求者アンカーです。このチャンネルでは瀬戸内海での船釣りの様子を紹介しています。今回の釣行では、重くのみで釣行、どのくらい釣果が上がるのかを検証していきます。検証の内容としては、船長と2人で釣行をし、私は重くのみを使用します。一方、船長は平場や自作仕掛けを使用し、いつものように釣行してもらいます。重く仕掛けとは、前回私が動画で紹介した仕掛けで、重りと針の身を使用した100円前後でできる仕掛けです。果たして本当に重りと針だけの仕掛けで魚を釣り上げることができるのでしょうか。ポイントに到着しましたが、ここで船長が最初に使う仕掛けの紹介です。船長はナッツジグにカーリーネクタイをつけたビンビンスイッチに似た仕掛けを最初は使用するようです。私は最初から最後まで重くのみで釣行していきたいと思います。今回はこの仕掛けで釣れるかどうかの検証なので、釣れても釣れなくても必ず動画にするということを前提に撮っています。この日は天気も良く風もあまりありませんでした。時間帯は下げの3部から干潮潮止まりまでです。海面の動きはありませんが、実際には船が時速3キロぐらいで流されていました。釣り始めの第一投でした。はい、じゃあね。一投目。サイズは小さいですが、最初のタイが釣れました。この後も続いてくれればいいのですが。この仕掛けは針が4本ついているので、魚が釣り上がってくる過程で複数の場所に針がかかることが多いです。釣りをしていると船の近くに巨大なタンカーが通りがかります。波が襲ってくるので緊急避難です。船を避難させた後、元のポイントに戻ります。カメラについた水滴を拭っていたその時でした。来た？船長の自作仕掛けにもヒットします。外れた。残念ながら外れてしまいましたが、魚の活性は高そうです。潮の流れが少し強くなり、ラインが斜めに出ている時でした。お、釣れた。あ、離した。当たりがありましたが、かけることはできませんでした。潮の流れの方向に風が出てきたため、どんどんラインが斜めになっていました。今までの経験上、ラインが斜めになると重くの杭は渋くなると思っていたのですが、あまり大きくない魚がヒットしました。多分タイじゃないね。タイでもアコウでもワニゴチでもない微妙な引きでした。その正体は少し大きめのフグでした。口の周辺に針が刺さっていますが、おそらく仕掛けにアタックしてきたのだと思われます。ここで船長は仕掛けを平場に変えます。船長は針へのこだわりが強く、最近グレ針を使用することにハマっています。船長はヒットした魚を釣り上げる確率が高く、その確率は6割前後あります。本来ならここで平場を使いたいところですが、重くで粘ります。釣れた。釣り上がってきたのは食べ頃サイズのアコウでした。ここ最近台風の影響で出港できなかったのですが、台風前の時期はアコウがほぼ全く釣れておりませんでした。そもそも台風が来る前のお盆の時期はあまり魚が釣れていませんでした。なんか台風がいい影響を及ぼしてるような気がしてきたけど、まあ分からんけれども。うん。船長は平場、私は重くで釣りを続けています。釣れた。とここでまたもや魚がヒットしました。
これはまだ釣り始めて前半戦の映像なのですが、前半戦においては平場より重くの方が当たりも超過も多かったように思います。前半戦においてはという前置きがあるということは、後半においては少しこの傾向が変わってきます。アコを釣り上げて5分後、お、今何？平場？平場？平場か。お、当たった。船長がタモ入れをするまで釣りを続けていますが、おそらく魚影の濃い場所だったのだと思われます。あ、釣れた。ピンポイントで当たりが連発しますが、ダブルヒットですね。あ、離れた。くー、船長がヒットして釣り上げるまでに2回バラしてしまいました。ここで船長の仕掛けを確認してみます。船長の平場に使用しているグレバリーは小さいため、口の中にフッキングされていました。釣れた。オモクは根魚に強い仕掛けですが、このようにタイも釣れます。針が4本中3本体にかかっていました。こうなると逃げることはできないと思われます。てか今カワセミバリー使えるけどさ、曲がっとるもん、もうすでに弱い、あの曲がるし折れるし錆びるし、やっぱ安いだけあるなとは思う。今回コスト重視で選んだこの針に関してはあまりおすすめはできないかもしれません。まあ、4本使うけえな、カワセミで十分かなと思いながら。と船長と針に関しての意見交換をしていると、釣れた。ほぼポイント終わりだった。そこで、あ、離した。ふぅ、離した。重くは誘導じゃないんですか。誘導じゃない。やっぱ外れやすいような気がするんです。誘導仕掛けの重くも考えていきたいと思います。元気のいい感じですか。Thank you. いいね。来た。序盤に比べて平場への反応が良くなってきている気がします。おー、あー、離した。ふー、取るのアコだけじゃん。お、釣れた。今回私は重く仕掛けを紹介していますが、平場ももちろん有効な仕掛けだと思っています。やっぱり平場いいですね。釣れますね。出よったら俺にも来た。うん、あー、外れた。ほらこれグレバリにした方がええんかな。今回使用している針は細めですが柔らかくなっています。そのため魚がヒットして暴れている最中、その弾力で針が伸びてしまい魚がバレているのだと思われます。回数が多いような気がするよ。うん、船を流し直すタイミングで新しい重くに切り替えます。あ、離した。頑張れ重く。いやー、重くよう当たる。当たるけどかかりが悪いんかな。やっぱり腕の問題か。いや、それはね、確かにそう。確かにそうなんじゃ。私は、これじゃ。うん。もう逃げんようにしよう思って。非常にゆっくり巻くという。ここで合わせを入れるかどうかね。いや、もういらん。いや、合わせを入れてもバレたし、入れんでもバレたけ、もう魚に任せた。ほんまじゃ。
まあまあ、よし、32、3、はい、ありがとう。綺麗なタイヤは、まあ台風でさ、しばらくみんな船で出してないけさ、そういうのもあるかもしれんね。台風前にみんな船を出してないけん、ちょっと釣り場が落ち着いたとか。なんか面白いこと言う人がおって、昔水曜日が一番釣れるっていう人がおったよ、うん、でなんでなんて言ったら、その土日にみんな来てやるけん、うん、水曜日ぐらいがちょうど落ち着いて釣り場が水曜が一番釣れるんじゃって言って、で船だったら海全体じゃけどさ、おかっぱりだったら、おかっぱりやな、確かにそれはあるんじゃないかなと思って、うん、場所がもう決まっとるけ。ゆっくりになった、うん、なんか触った、うん、お、当たっとる、あー離したてか今フォールできたわ、珍しい。やっぱ杭は立っとるね。あれ OK って必要はない、必要はない。あーまた当たった、そこの方だ、そこの方。しかし誘導にしたら今度はさ、仕掛けの仕掛け絡み、ポールの時にこうリーダーに絡むとか、ああいうのが気になってしまうんだけど。その釣れた、いらんか、えらい風が出てきたね。釣りづらくなってきたね。いやー、こんだけラインが出たら釣れる気がしない。これはもう風避けるしかないな、うん、船を移動させた直後、船長のタイラバにタイがヒットしました。風が強くなってきた後半の兆候は、重くへの反応より船長のタイラバへの反応の方が良くなりました。船長が魚を釣り上げている時、船長とダブルヒットという形になりました。後半は潮の影響か風の影響か、渋い時間帯が続いていました。その時、ここよ、煽り見して、網、マジョ、網、船のすぐそばにアオリイカが3匹寄ってきていました。網で救おうとしますが逃げていきました。お、わあ。後半の時間帯は平場の方が当たりが多い状況となりました。農館まで残りわずかな時でした。あー離した、ふぅ、当たった。はい、それでは今回の検証結果です。私と船長の釣果は以上の表のようになりました。釣果としては同じ7匹だったのですが、オモクに関してはアコウが2匹、フグが1匹釣れたので、いろんな魚種に対応しているということが言えるかもしれません。また当たりに関してはオモクの方が圧倒的に多かったです。このオモクの針は固定式なので、誘導式へと改善すると釣果が上がるのかもしれません。また針選びに関してもまだまだ改良の余地がありそうでした。後半風が出たため、仕掛けに対してラインが斜めになった状況では、予想通り重くへの反応は悪くなったため、使用した方がいい状況は仕掛けに対してラインが真下に出ている時をおすすめします。重く仕掛けに関してはまだまだ改善や改良の余地があるので、楽しんでいきたいと思います。それではまた。